怪我してる間もアンポルキアチャンネルをこう盛り上げてくれたのはあの3人のメンバーのおかげやし、それでちょっとみんなに今からサプライズプレゼントをお渡ししましょう。これは何すか？これはバーバリー。バーバリーラーメン、なんかバーバリーのジョリー、なんかドルガバいつも好きやんか。ドルガバ、まあジョリーこんなプレゼントするのもあいつお金持ってるけどな。まあでもそれは気持ちやんか。テル君なんか欲しいもん。てかいつもこれテル君の持ち物の中でめっちゃ気になってるもんがあって、なんでそれずっと持ってんのと思ってるもんがあったんだから、これにちょっと変えてもらおうと思って。なるほど。目隠ししてちゃんと待ってくれてますかね。一応言ったけど、まあ、ラーメンあたりはちょっとあの性格が濃すぎからさ、目隠し外してたけどな。テル君とかは多分純正から目隠し絶対してもらう。いやびっくりするでしょ、ね、うん、だって戦った後に。確かに喧嘩打って戦ってプレゼントもらえるっていう。まあでもほんまはね、こんなんじゃ返しきれないぐらい俺はほんま恩を受けてるんでね、彼、はい、まあ、向こうもそうやって言ってくれるけど、なんか俺と出会ったおかげでみたいな言ってくれるけど、でもほんまにそれはウィンウィンなんで、俺やって怪我してスパーリングとか取れへんかったわけやんか、戦ってるのとか、はい、どうしようかなってなった時にみんながこう DX とかやってくれたから40万人とか達成できたっていうのは絶対あるから。テキヤさんから一人一人にちょっとあの気持ちを照れくさいような言いづらいことは後で。そういうのほんま俺やったことないで、マジで。あ、ないんすか？ないって。まあでも感謝の気持ちはこういう時にちゃんと一気に伝えた、はい、伝えたとかさ。あ、もう前で伝えるんですか？全然伝えるろ。普段はなかなか言えんからさ、俺。まあそうっすね。あー、やってますね。やってます、やってます。行こう。緊張するな。しますね、なんか。初っすね。早く行きます、みんな。全員、早く行きます、からね。これやらせたらやばい。あー怖い。ラーメンだけますか？ラーメンだけ。シェアで反応したな。怖っ。え、ちょっと待って。うわっ。これあの何が出るかなボックスなんですよ。はい、皆さん目開けてください。え、マジっすか？えぐ。いつもありがとうっていう。え、ありがとう。やばい、やばい、やばい、やばい。え、マジですか？やばい、やばい、しかも。ほんまに大ブランドで。ね、すみません。ほんまありがとう。戦ったとこに。え、俺こんな、これ、ラーメンがちょっと。え、てか、箱でかい。え、ちょっともう、ハイブランドすぎて、あったかどうか。え、でも僕自分でこんなん買うことないから、僕あんまこんなん使わないっすね。え、嬉しいっす。え、だいぶ箱でかいっす。え、リアルに水かけられんやろなと思った。え、これガチガチっすか？うぅ、え、俺も反応そんなそれ怖い怖い怖い。いや、テル君はね、絶対喜ぶっすね。で、ジョリーも絶対喜ぶ。ほんま。え、これ買いに行ってくれたん？買いに行きました。買いに行きました。ありがとう。怖いな。どうしてどうやってね。ちっちゃい子供みたいなやつやんな。カシャ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 って行けやもん。うわぁ、めっちゃいい。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃバーバリー。めっちゃいい。え、めっちゃかわいい。かわいいね。ラーメンくんっぽいし。かわいいな、それ。おいっすね。マジでかわいい。はい、ミシミシ。はい。今から吐いて砂走ってきていい？ダメでしょ。なんで買ってくる？いや、でも、あの、体動いなかったら別に良かったね、と思うね。ダメでしょ、ダメでしょ。次、じゃあ、テレビ。え、めっちゃいい。ありがとうございます。すいません。多分、僕、インスタグラマーへの道への第一歩としてくれて。インスタグラマーへの道への第一歩。こういうこと？こういうの、僕、ちょっと重たい。いいですか？どうぞ。え、見てください。え、もしかして。もしかしてってもう分かるやろ。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。これ、すみません。いきますよ。なんで俺よりあれなの？うわ、すげえ。あの、しかし、電話の方。電話のテル、あのベビドン行ったんですよ。ベビドン行って、テルって4文字入れてほしいんですって言ったら、いや3文字しか無理ですって言われたから、あ、じゃあもう電話の方のテルでいいかと思って。あの、でもこういうのもちょっとこだわりあって、世界に1個っすね、これ。え、ほんまに、え、ありがとうございます。携帯入れ、え、でもこれなんか言うんですよね、人からもらった財布。あ、そうなんですか？はい、やがるらしい。いや、テル君、俺気になってたんですよ、いつもね、なんか集金袋みたいな。金着みたいなの持ってさ、ヤクザみたいです。ヤクザな。いやいやいや、それでなんかいつも店こうやって行って、集金来たよとか言ってるから。いやいや、嬉しいです、嬉しいです、ほんまに。ありがとうございます、大事にさせてもらいます。ありがとうございます。やば、ありがとうございます。あ、じゃあジョリーのも大きいな。ジョリーのやばいで。いや、ジョリーはね、正直ね、この2つより値張りますね。え、なんでかって言ったら、ジョリーこの前誕生日やったやろ。あ、はい。これ誕生日できてなかったから、もうそれもプラスアルファで。うん、そうか。うわ、やばい、これ。これ、あれ、D&G ってやつ。ドルチアンドガッパーナって言ってくれ。じゃあ、お前にブランド言うといいですよ。おー、ジョリーの。えぐいんちゃん、これ。えぐー。
ジョリーっぽい。ちょっと待って、完全にジョリーはやばい。これさ、最初見た時にさ、ジョリーのために使われてた。靴底見てください。そう、ジョリーのために使われてた。ジョリーえぐ、これも私服で生きるっすね、これ。そうや、えぐ。入ってみてや。いや、まだちょっとここで走りたくない。確かに、これ走らせたな、ちょっとかっこいいっすね。あ、まあ、別にいいや、別にいい。ありがとう。ありがとうございます。めっちゃいい。俺あの急遽さ、てるくんと俺棚ごとにやったやんか。で、プレゼントみたいなの取ろうとしてないけど、どうせやったらここで一緒に取ってもらおうと思って、みんな集まる機会やったから。まあ俺の気持ちとしては、まあ、俺怪我とかしてたじゃないですか、アンポルキアチャンネルをやってるのに。で、やっぱ格闘家として YouTuber をやってるから、やっぱ戦った方がさ、再生数取れたりするやんか、うん、でもそれができなくなってしまった時に、まあ、やっぱみんながその DX なり、そのいろんな企画考えてくれて頑張ってくれたから、ほんまにあの40万人登録達成できたり、そういう今があると思ってるんで、まあちょっとちっちゃい感謝ですけど。いやいや、だいぶでかい。すごい、いつもありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、プレゼントになります。こちらこそね、はい、ほんまにいつもあの、あれなんで、マジでありがとうございます。これからもお願いします。なんか年下やから頭下げるのあれやけど、ありがとうございます。ちょっと意地張る。ちょっと意地張る。すみません、ありがとうございます。これは嬉しい。一人一人はちょっと恥ずかしいからやめようか。あ、みんなからじゃあ一つずつもらおう。じゃあラーメンさん。いや、僕今一番欲しいもんスニーカーやったんですよ。今どんなスニーカー買おうかずっとネット見てて、でそのタイミングなんでマジで嬉しいです。しかも僕の好みドンピシャすぎるっす。マジでありがとうございます。ほんまに嬉しいです。大事な時に履きます。ありがとうございます。え、なんかこうプレゼントをいただいてほんまに嬉しいんですけど、僕がいつも巾着袋持ってて、そういうのを気づかんじゃないですか、普通。それ見てくれてるっていう、私見てくれてるんだみたいな。やっぱり、ありがとうございます。じゃあやめてください。いや、もうこれもらうためにアンポチャンネル入ってよかったなみたいな。これめちゃくちゃいい。あ、でもな、俺思ったねんな、ジョリーはお金持ってるからこれ一足くれよ。マジで嬉しいです、ありがとうございます。いや、とんでもないです。こちらこそ、マジであの DX ガチで助かったと思ってます。それはどうですか、 DX なかったらね、さっきも言ったけど40万に達成できてないんでね。アンポルキアチャンネル存続の危機でした、あの手術っていうのは。マジで本気で。で、こっからちょっとあの今日テル君と戦ったけど、俺が試合で結構出すことによってみんなもこう盛り上げていけると思ってるんで、テル君は東京に行けないかもしれないんですけど、マジであの大阪帰った時は撮影しまくりましょう、はい、いや、お願いします。お互いちょっとビビンな形でできれば一番嬉しいと思ってるんで、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では東京行った時は可愛い子とコラボさせて、はい、任せとけ。こんな感じで、じゃあ、これからもアンポルキアチャンネル一度よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。すみません、この前は少々の態度がすみません。ああ、最後にサプライズいただいてありがとうございました。ありがとうございました。大事な愛をさせてもらってます。いや、皆さんいつもありがとうございます。確かに今日もあの薬来たもんな。そうですね。じゃあ、お前もあの薬。僕も、僕からもそのなんかお返しないですけど、プレゼントしたいなと思って。何くれるんですか。何やと思います。ウェブサイト服とか出したんすか。逆のね、服作ってるから、あ、それに乗っかるかなと思って。いや、じゃあ連れてくる連れてくる。携帯とかよく見るでしょ。電波悪かったり充電も断かったりすることないですか。あるっす。てか減り早くなってきたっす。でしょ。そこでですよ、僕この前 DX スポンサーしていただいたセーヌーラインさんの商品なんですけど、僕いただいたんですよ。あー、で、その商品でこれです。見てください。何でもいいですか。それヘッダーラ。ヘッダーラ。なるほど、見せてください。なんで電波とかそのあれが何関係ないんですか。これね、さっきも言ったんですけどね、スマホの充電が持たない時あるでしょ。まあでも実際マジであの iPhone って2年で電池おかしくなるらしいですよ、うん、で、スマホの充電に時間かかるでしょ。まあかかるもんじゃないですか、充電って、うん、でしょ。スピード感が悪かったりしないですか、携帯いじってて。あ、確かに電波悪いとことかはなんか重かったりしますね。でしょ。ネットが電波が繋がりにくいとことかあるでしょ。飛んでるとかじゃないですか。あ、そうですそうですそうです。地下とかで、はい、で、音質良くなかったりしないですか、今電話の電話の音質とか、たまに。でも実はそれね、改善できるんですよ。それがこのヘッダーラです。そうです。こうなんかほんまになんか変な悪質営業みたいになってますけど、僕なんか買わされてるんですか。いや、そうなん、いやいや、これもただであげます。え、プレゼントあ、俺ですか。お前も。ちなみに俺、ヘナヤ社長お会いした時にヘッダーラを熱弁されて、この人何をこんなこと言ってんのと思って貼ってみたんです。これがまあすごいと、まあ、充電の減りがめちゃくちゃ遅くなったし、で、充電されるスピードがめっちゃ速い、うん、で、本当にトンネル、地下、全部電話いけるんですよ。これマジなんですよ。だから、まあ知ってたんですね。じゃあ俺がこれプレゼント持ってるよ。でも知らんふりしました。え、なんか気使わして、はい、俺、デンデンデンって言った時から、はい、知らんふりしたもん、もう貼ってます。僕どれからも何も聞いてるんですけど。ジョリーには言わんとこなんで、うん、ある。じゃあ俺もらす。さや、マジで貼ってもらっていいですか。マジで。何か知ってる。あ、電磁波でしょ。あ、なんで知ってる。電磁波ってマジでめっちゃ体に悪影響らしくて、結構ね、現代人やっぱ携帯離れられへんから、寝る時とかにこういうところに置いて寝るでしょ。これめちゃくちゃ良くないらしいんですよ。え、そうなんですか。そう、
心臓とか器官系、臓器系とか脳とかもそうやし、全部この電磁波でやられてしまうから、なんかだるいなとか、そういう時って結構電磁波の影響ってほんまにあるらしいんですよ。ヘッダーラを貼ることによってそういうのも遮断されるから。てかじゃあうんちく勝負する、ヘッダーラについて。あ、全然いいっすよ。結構僕聞いてますよ。じゃあ先いいっすか。まあ、ヘッダーラーで電磁波遮断される、あとまあトンネル値が良くなる、で充電持ち長い、充電されるのがそもそも早い。で、なんで笑ってるんですか。え、全部言うやと思って。それの他にも結構聞いたけど、何やったっけな、なんか音が良くなるみたいな話聞きましたけど、スピーカーとかに貼ったら、あ、冷蔵庫とかにも貼っていいらしいですよ。え、そうなの、はい、それ知らんわ。家電系って、うん、波出ない時の音が結構大きいらしいんですよ。ボーンみたいな、作動音っていうか、うん、そういうのがなんか結構なくなってるするらしい。じゃあこれ知ってる。俺でもほぼ知ってますけど。いやでもこれは絶対知らん。カラオケの音とか良くなる。カラオケの音、カラオケの音、カラオケの音質が良くなる。どこにあるんですか。マイク、マイクに貼ったら音質だから、バーとかしてはる方めっちゃいいと思いますよ。僕結構音痴なんですけど、これ貼ったらなんかみんなに音痴じゃないって言われるようになった。そこまで、まあ音痴じゃないは盛りましたけど、声が透き通るようになってます。あ、じゃあ、あれか、マイクとスピーカーがこう連動してるから、その電磁波を多分よくして、そうスピーカーがいい音が出る。そう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 、すごいっすね。でもね、ほんまにマジでこれはすごいっすね。携帯に貼ったら分かりますね。でもあんまいいからもうみんなに教えたくないですよ。概要欄に貼らない。スポンサーしてもらっとって概要欄貼れ。そうです、概要欄貼ってもらって、いいものはやっぱみんな共有したいんで、うん、そうですね、はい。でもこれはほんまにいいものなんで、ね、いや確かに確かに、てるくんの応援を DX でしていただいたセンタライザーのヘッダーラ、ヘッダーラこれ概要欄貼っとくんで、皆さんよかったらチェックしてみてください。みんなで一緒にヘッダーラって言いたいですね。みんなで一緒にヘッダーラ。